ジェームズ・ウォルフェンソンは、オーストラリア出身の経済学者、世界銀行グループ総裁、オーストラリアのシドニーで生まれ、後にアメリカ合衆国の市民権を獲得する。シドニー大学で学士号と法学学士号を取得し、ハーバード大学で MBA を得る。1956年のメルボルンオリンピックで、オーストラリアのフェンシングチームの一員として、出場経験があり、また、 アメリカ芸術科学アカデミーとアメリカ哲学学会の研究員でもある。文化と芸術に関する活動もしており、1970年からニューヨークのカーネギーホール理事を務める。ニューヨーク近代美術館からデイビッド・ロックフェラー賞を贈られている。また1995年にイギリス女王エリザベス2世からナイトが授与される。2006年には朝日大受賞を受賞。 2020年11月25日、アメリカ合衆国ニューヨーク州マンハッタンの自宅で死去。ハーバード大学で MBA コースに入る前にオーストラリア系の法律事務所で弁護士として活動したほか、航空士官としても勤務していたことがある。ハーバード大学卒業後、1981年には投資会社であるジェームズ・ディ・ウォルフェンソン社を設立し、 社長兼最高経営責任者として、アメリカ国内外の企業に投資顧問業務を展開してきた。この投資会社設立以前にも、ニューヨークのソロモンブラザーズの取締役パートナーや、同社投資銀行部門部長、ロンドンのシュローダーズ社の取締役、副会長兼社長、ニューヨークの J. ヘンリーシュローダーズバンキング、コーポレーション社長、さらにオーストラリアの投資会社ダーリング カンパニー・オブ・オーストラリア社の専務取締役を務めていた。妻エレインは、ウェルズリー大学から学士号、コロンビア大学から修士号を取得しており、夫妻の間には3人の子供がいる。2020年8月に死去し、3ヶ月後に後を追うようにジェームズもこの世を去った。ありがとうございます。